無事浮かしました。こいつは修理用中ですね。知らんけど、たまにはこういうスタートもやってみる。いい感じ。はい、皆さんこんにちは、ムシオカです。今日はもうしんどい、やめたというわけで、皆様こんばんは、ムシオカです。さあ今日はちょっと短めの動画になるかなと思いますけれども、去年から飼育してて今年の春に成虫になったで、卵を産ませることができたゴーストマンティスの動画です。ゴーストマンティスが生まれたっていう動画がありまして、そちらの方でも説明してるんですが、卵からあんまり幼虫が生まれなかったんですね。というのも交尾をうまくさせてあげられなくて、オスが食べられてしまって、交尾をしてないんじゃないかなと思ったら、一応卵から5匹ぐらい幼虫が出てきたみたいな話をしてて、2つ目の卵からも4匹とか幼虫が生まれて、もう3つ目以降の卵からは1匹も幼虫が生まれないというような状況でした。現在2匹生き残ってるんですが、1匹が成虫になりました。というわけで今日はそいつを見ていこうかなと思うの。というわけで今日はそいつを見ていこうと思う。はい、というわけでこちらがそのゴーストマンティスでございますけれども、下の方のケースの子ですね、こちらを見ていきましょう。無事浮かしました。この子はパパにもママにもなかった色をしてるね。この子のママは緑色、パパはここまで濃い茶色ではなかったね、薄茶色だったね。結構な焦げ茶になりましたね。やっぱゴーストいいよね。俺あんまり中型カマキリに興味ないんやけど、ゴーストはすごい好き。このように餌への食いつきもすごいいいんですよね。食べたくない時は本当に食べなくて、でも食べる時はこうやって餌あげたらすぐ食いつくんですよね。かなり飼育のしやすいカマキリです。飼育温度は28度ぐらいでずっと育ってましたね。そして霧吹きは孵化してから成虫になるまで一切しておりません。おそらく群れには弱いカマキリじゃないかなと思いますので、育てる際は霧吹きには注意してください。おそらくそこさえ気をつければ比較的簡単に飼育できるカマキリの種類だとは思います。お前捕まえた割に食わへんな。うわ、完全に悪役やん。絶対ヒーローではないで、お前。まあじゃあちょっとこの子はケースに戻って食べてもらいましょう。ちょっと足をここに乗っけなさい。さあ。そうそう。ダンスダンス。ダンスしながら、その足を、最後の足を、網に引っ掛ける。そう。そう。ダンスしながら、ダンスしながら、そう。最後の足を引っ掛ける。イエス！イエス！こんな感じですね。そしてもう一匹はというと、こいつは修理幼虫ですね。こいつもまあさっきの子と同じような色になるんじゃないかなと思います。まあ滋賀もこのようにはっきりしてきたんでね、まあそこそこ羽化は近づいてきてるのかなという感じですね。これはお尻見る限りどっちだろうか、メスな気がするよな。というわけで2匹ゴーストマンティスが生き延びておりますが、両方メスかもしれないという可能性が大きくなってきました。この子はまだお腹パンパンなんで、2、3日はご飯抜きたいなと思います。というわけでこんな感じでゴーストマンティス、生まれた時は数が少なくて本当にどうなるんかなと思ってましたけれども、なんとか2匹成虫にすることができそうです。ただ両方メスの可能性があるので、今後のブリードどうしていくかですね。
できればいい感じでオスが手に入れば引き続きブリードしていけたらなとは思っております。ゴーストマンティスは成虫になってからも半年ぐらいは前回生きたので、ちょっとオスが手に入るルートがあるか調べてみたいなと思います。というわけでまた何か動きがあれば報告していきたいなと思います。ありがとうございました。ムッシュオカでした。バイバイ。